ですですです。こんな聞こえたでしょ。どうすか。どうすか。横須賀。聞こえた？聞こえましたか？どうもどうも。ちょっと絵の方も調整できておりませんが、何か、元が、あ、聞こえましたか？本当に。いや、どうもすいません。もう夏の日の君、はい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 。トイレ行ったかい。聞こえましたか？今日はこれ延長ですかね？もう残り18分しかないですから、延長で気楽に行きますかね？ということで、つかじ。最初っから行きますね、最初っから。皆さんこんばんは。平田孝則です。まだつかじとか言ってる人がいるから、クルーズの残ってる人がいたりするのかね？もし残ってたりすると本当にいい人でありがとうございますね。春の珍事でございましてですね。あ、クルーズから降りていただいたんですね。こんな、こうトラブルの真っ最中に、まあ、なかなか見ることはないですから、こういうことをね。それはそれで珍しかったんだと思いますけども、いやー、本当に焦りました。こういうことあるんですね。何なんだでしょうか。わかりません。とりあえずピックも置いてきてしまいました。お気に入りのピックを置いてきましたけど、じゃあ改めましてこんばんは。3月の今日は16日です。3月も半ばになってしまいました。はい。黒石からこんばんは。最初からやってるね。この日村浦内トムさんっていつもトムさんの名前一番最初に書く人ってどなたなんでしょうか。僕は本当に謎で知りたいんですけど、思い当たる節がないんですね。まあ。まあ、ずっとやってもらっていいですけど、黒石氏からこんばんはということで、さっきも音声なかった間にずっと言ってたんですけど、そろそろ空気が緩んできて暖かくなってきたんですけど、15度、16度、17度とか東京になってきたんですけど、黒石の方はいかがですか？まだ吹いてますか？寒いですか？ねえ、もう雪かきはどうですか？はい。トムって何？これはですね、多分杉山トムさんのことだと思うんですけども、福岡市からこんばんは。こんばんは。今日は福岡からたっちゃんからメールで連絡がありまして、福岡のライブ会場どこにしましょうかっていうことで、ゲイツビルのですね、あのでかいところ、今日は濡れ雪。ああ、濡れ雪っていう、べちゃべちゃした雪のことですかね。福岡ドーム。福岡ドームでやったらですね、大変なことになりますね。福岡はあそこ。何でしたっけ？去年と同じとこです。ゲイツビルってライブ会場3つぐらいあったと思います。2つかな？うん。ものすごい綺麗で。内装変えたのかな？で、去年行ったところ、何でしたっけ？ねえ、みっちゃん、何でしたっけ、ノーラじゃなくて N がついたと思いますけど、はい、ドンキあるんだっけ、中洲です、サンパレス、違うまたそれもでかいとこでしょ。ねはい、決まりました。ぼちぼちね、ツアーの日程も決まってきたんですけども、福岡って結構あるんだね。小屋ね、でかいとこね。あんまり全然関係ないですけども。7月の13日が初日です。京都、モダンタイムス。はい。それから翌日が高松です。で、翌日がまだ決まってません。で、1日休みで、三原に行きます。7月17日ですね。18日が、広島。19日が佐賀。ね。19日は多分日曜日だと思いますけど、それで、1日空いて、実は長崎の去年やってたとこ断られてしまいました。経営不振とか言われて、で、次熊本行きます。熊本決まりました。熊本はですね、初めてのとこなんですけども、ジャズインオクラっていうですね、小倉と書いて私はオクラと申しますっていうマスターの、初めてなんですけど、飛び込みっていうか、知り合いの紹介でですね、やらせてもらえませんでしょうかって、そこジャズばっかりですかって、僕みたいな弾き語りとか、ダメですかねとか言って、ひっくり下がったら、やりましょうかって話なんですね。
そんなでかくないんですけど、ものすごい35年ぐらいもジャズライブハウスやってて、雰囲気がいいんですよ。なんかこうしっとりしとした感じで、でお酒のね鉄管だっけな、焼酎が置いてあって、食事もなんか割とメニュー少ないけど気合い入ったもんがあってみたいな感じで、熊本は、20人入ったらいっぱいみたいなちっちゃなとこですけども行きたいと思います。それから翌日が福岡、ね、ちょっと鹿児島の方に行こうかな、長崎ダメだからっていう感じもあるんですけど、まだ今いろいろブッキングしております。それから福岡が、たっちゃんとこの、セクシーワイルドの皆さんとバンド名一緒だと思いますけどね、またあそこ音がいいんでやりたいと思います。で帰りがその後神戸に行きますね。神戸ゲッチャの、新太郎くん、ね、あのやります、台湾でね、台湾っていうか、はい。それから敦賀に、セクシーマレード敦賀に行きまして、日曜日これイベントあります。ここホールになりますね。それから千葉に、翌々日千葉に、なぜか東京に入る前に千葉に行きまして、7月29日そして東京ファイナルが8月の3日日曜日の昼間です。また昼間、はい、来れますから、黒石からもどうぞまた家族連れでおいでになっていただければいいと思います。東北がちょっとですね、やっぱ知り合いとかないんですよね。これから開発したいと思いますけど、モダンタイムス京都、2つ1個だけだと思いますよ、木屋町通りの、はい。というわけでまだ増えてくると思います。音が聞こえなかったんであれですけど、じゃあ今日は延長することにしますけど、まあ皆さん都合のいいところで聞いてみてくださいね。その間に、いろいろと コメント入ってました。今日はゆったりともうやっちゃう、音は聞こえてますね。うん。何ですか、君に夢中って何ですか、貴重ですね。それで心のディスタンス、心のディスタンスね、実はですね今日ねやらなきゃと思ったんですけど、他のことやったら間に合いませんっていうか、今日ね割と珍しい歌を聞き、やりますので、かなりやね作りの歌です、あれね、はい。福岡は昼はとっても暖かいです。ああ暖かいでしょ、もうね、やっぱり南ですから。もう沖縄なんか海開きあったのかなまだか早いの、いや開いたよね多分ね、沖縄は早いよね。九州行ったことあらへん、いやいいですよ、九州はいいですよ、はい。7月のライブでした、はい。ハーフムーン、ハーフムーンって俺のハーフムーンもありますけど、作りのハーフムーンでしょ多分ね。吉川浩司コントライブコントとかできたらいいよね、はい。ミュージックバー空、あそう、ミュージックバー空です、空福岡、ここね音のオペレーターの方がむちゃくちゃねうまいっていうこと、すっごい良かった。去年のツアーの中で一番音良かったと思いますね、はい。東北、はい、大阪が今神戸です、はい。クラスのつくさんのです、はい。ルージュ、はい、ルージュ私です。君に夢中って清志郎そんなあったっけ、もう君離さない、いつもはしゃいで、いつもはしゃいで、あまたこれ YouTube からですかね、はい。というわけで今日は1曲目、これもリクエストありました、クラスの曲でですね、100万本の雨、久々にあります。いいですか、100万本の雨、いいですか、いきます。忘れられず君の写真なぞった去年の夏がこぼれ落ちたあの僕のままあれは
夢だったと何度区切りつけても僕をかばうための嘘と思えて100万本の雨が心を突き刺す全て洗うよ100万本の雨が奏でるメモリー涙が乾けばまた君に似た人きっといつか奪い返す僕以外の腕の中のシナリオ優しくされていればいいと少し思う笑わせたね床にシャツ脱ぎ捨ててシャワー浴びていたよそして口笛ているかい100万本の雨が心を突き刺すあの時終わったのさダイアリー見つめページめくる僕がいる元クラスの方ですよ今食ってね元クラスの人なのかああ元クラスの人ですよ、
そうです。24時間の神話ボイスでしょ。ボイスの双子の兄弟、最近会ってませんが、どっちがどっちかよく分かりません、いまだに。はい、日浦さんのハーフムーンですね、ですよね、あのソロ時代の、はい、だったらできます。声がイケメン、はい、 C9 で終わるとは気持ちいいC9? F9 でございますね。でもあ、ちょっとなんかチューニングが、はい、というわけで延長しないとね、延長しとかないとね、ちょっと待ってね、延長はどうすんだ、延長、延長の仕方、延長、ここの延長30分っていうやつ押せばいいのかな、延長、はい、割引対象外の延長ですが、しょうがないですね、いきなり料金5倍ですからね、皆さんあの DVD でも買ってくださいね、お願いします。それから CD、人生はクジラのようなもの、購入しますか、購入します購入しちゃったよ、5回分、できるんですけど、はい、1回放送にいくらかあるの、あのね、7時半から8だから8時までだと100円って安いんですけど、8時超えるとさ500円なんで、1回ね、皆さん DVD とか、CD とか買って協力してくださいね、ライブ来るとかね、はい、あと若干あれだね、セッティング、ちょっと待ってね、これのセッティング、これねちょっと気に入らない、これねちょっと変えられるんです、カラーをですねもうちょっとくっきりしようかな、あ違う方向してしまった、色合いをちょっと、これでこれでちょっとあの健康的に見えるでしょ、ちょっと変わったでしょね、いろいろできるんです、もっと明るくできるんです、こういうこともできるんです明るすぎてよく分かんない、はいね、あとは、ね、コントラスト、ちょっと明るくしようかな、うん、はい、コントラスト上げすぎてもね、でよし、こんなところでどうかな、はい、これでセッティングをおしまいっていうことで、はい、鈴木園子それ面白いね、鈴木園子ね、あのライトをいつも使ったでしょ、はい、昔はこういうお兄さんだったのですよ、とても気さくな、かっこつけた人たちだと思ってたら、もうかっこつけてなかったです、ただ緊張してただけだと思いますよ、はい、セピア色の微笑み、懐かしいですね、日浦その子、今日はいろんなこと言ってもらって嬉しいですね、はい、皆さんいじってください、じゃあ2曲目いきたいと思いますが、今日はですね、カバーです、でまあ、前々から懸案の、村下幸三さんの曲やりたいと思います。でね、村下幸三さんっていうのはですね、あのちょっと曰くがありまして、曰くっていうかね、そっちにですね、まあ、あの部屋の、お尻があるんです、そこにね、ギターが1本あります、ヤマハの LG580 っていうギターがあるんです、グリーンラベルの、これはですね僕のアルバムの、ふるさととかのレコーディング使ったギターなんですよ、これ実は広島で僕の奥さんが、OL さんフォーク3人グループで作ってました、その時にね広島のまだ、ヤマハ広島楽器ヤマハ店にですね村下幸三さんが店員さんでいらしたんですかね、それでそのギターを出物があるっていうことで、うちの奥さんがですね、じゃあそれ欲しいですわっていうことで品物が来て、こう弾いてる時に村下さんが通りかかったらしくて、村下幸三さんが、で、あ、そのギターちょっと傷あるけど出物ですごくいいんですよって言って、ちょっと弾いてみましょうねとか言って何曲か弾いたらしいんです、村下さんがね、そのギターが今お尻の中にありますけど最近ちょっと出てませんけども、それで、村下幸三さんの、あともう一個ね面白いのは、高校時代に知らない曲を、知り合いのバンドドブロクっていう先輩のバンドがあったんですけど歌ってたんですよ、で、うん、ハートブレイカーじゃなくて、え、
なたのぬぬぬぬ寂しいこの部屋を私は一人生きてゆくのっていうね歌があったんですよ。これね私一人って森下幸三さんの歌だったんですけど、さっき録音を1977年の録音を聞いた、その知り合いのバンドがやってるのを聞いたら、全然今のその私一人ってリリースされたその後何30年ぐらい、いやリリースされた村井さんはまだデビューしてなかったと思うんですけど、デビューして随分詞も変わってるし尺も変わってるんですよ。それで、私一人っていうのをちょっと懐かしいなと思いながら、なななならだすたたならなねってこういうね森下さんらしい曲でしたね、曲でありましたが、で、初恋ですね。そういうわけで前置き今日は長いですよ。まだ27分もあるからね、予定外の曲もできますね。というわけで初恋に挑戦してみようと思います。初恋、さっきコード書きました。これがまたね普通にカボ使わず A マイナーなんですけど、本当に本当にって、あの A マイナーなんですけど高いですね。村下さん、村下さん高いですよ、ええ、あの YouTube 見てましたらやっぱすごいね、ベンチャーズの完全コピーとかやってるしね、ベンチャーズの方とも友達だったということで、森下さんのバカテクの生ギターでの演奏とかね、エレキの演奏とかありましたけど、ただすごいかっこいいで弾いてんだけど、七三分けでサラリーマンみたいな感じっていうのがものすごくギャップありますけどね、面白かったですね。で詩の世界とかもすごく凝ってるっていうか鮮やかな詩が多いですね。踊り子なんかもそうだし、ふんふんっていうような、じゃあ初恋をやってみます。さっきそういえば音でかくない、そっちが大丈夫ですか、ちょっと下げた方がいいのかね、割れてないですか、大丈夫だったら大丈夫なんですけど、俺自分の今聞いてでっけえやと思って、どう大丈夫ですか、もしもし音割れてないですか、あ大丈夫ですか、にゃー割れるんです、こうしたら割れでしょ、にゃー割れるでしょ、わー割れない、コンプかかるのかね、普通にネットの方で、じゃあちょっと自分を心配しよう。さみだれは緑色、悲しくさせたよ、一人の心は恋をして寂しくて届かぬ想いを温めていた、好きだよと言えずに初恋は振り子細工の心、走る君がいた、遠くで僕はいつでも君を探していた、浅い夢だから胸を離れない、
夕映えはあんず色、帰り道ひとり口笛吹いて、名前さえ呼べなくて、囚われた心見つめていたよ。好きだよと言えずに初恋は振り子細工の心、風に舞った愛という字書いてみては震えてたの頃、浅い夢だから胸を離れない、放課後の校庭を走る君がいた、僕はいつでも君を探していた、浅い夢だから胸を離れない。いや、かなり間違えてしまいました。失礼しました。聞いたことあるような気がします。多分すごい有名だからね、村下幸三さんといえば踊り子か初恋かっていうことなんですけども、何？赤い狐派でしょ？あ、そばか狐かっていう意味だったら僕は赤い狐が好きですよ。緑の狸よりも、はい。すごいファンの人が一人いるな。ギター持って歌ってた人ですよね。はい、武田鉄矢。今僕は思ってますってね。去年くらいもずっとセピア色の微笑って、セピア色の微笑み、セピア色の微笑みさえっていう歌詞がそうなってるから間違えるのも変だと思いますけども、清志郎の何か歌って。はい、まだね、どうしたんだベイベーって学生の頃コピーしてやってました。さよならガオ歌ってみた。あ、ガオさんね、あの番組で2回一緒になりましたけど、僕ガオってあんまり認識してなかったんです。結構同じ時代の人だったんですよね。なんだろうガオって、ガオって名前も変だけどなんかすごいなと思ってたんですけど、YouTube で番組で一緒になった後、最近ですよ、 2,3 年前かな、さよならを聞いて、わ、なんてよくできた歌なんだろうかっていうか、これ結構傑作だったんだな。当たり前ですね、ミリオンヒットなんですね。いや、俺あれからガオさんに会ってないんだけど、会ったらぜひそれ言いたいなと思ってるんですけど、あのもう会う機会ないのかな。あれすごいいい曲でしたね。 いや僕の好きなメロディーがあの散りばめられてて、うわよく作ったなこの野郎って感じですよ。本当にいい曲です、はい。さあ実は今日は3曲で終わりなんですけど、一応予定ね、何かやろうと思うんですけど、カラオケでよく歌ってましたね。あれは本当にまあいい歌ですわ、はい。本人が C 曲書いてるからえらい儲かったとか言ってましたよ、番組で。ニューヨークに1ヶ月ぐらい行ってたとかね。すごいな、クラスはそんななかったな。ニューヨーク行きましたけど、行きましたよニューヨークは。
お風呂に入りに行ってしまった、ベタなことはい、今日はエレキを使います。さっきファンシーフリー聞きたいって言ってた方がいたでしょ。実はファンシーフリーやろうと思ってて、でこれこのギター、これ曽川智司のギターなんです。実はエピフォンって書いててギブソンの弟みたいな、とこにいますけど、曽川はですね持ってて、なんかちょっとまだ直してないんだけど、ここのナットの欠けてるから俺が直してやるって無理やり持って帰ってきてですね、曽川んちから、曽川んちでお好み焼きやったんですよ去年かな。出張お好み焼き鉄板持ってってですねそれでなんだっけ、そう無理やり持って帰ってきたんだけど、これいい音すんのやっぱり。違うな、練習すんな。どうしたんだ、ヘイヘイベイビー、ダナナダダナナナダゼー、また今度ね、それはチャイナグロープ、あまあいいやどんどんそんなあれチャイナグロープ、あまあいいやもうやめたね。何をやるかっていうとファンシーフリーでしたね、ロングトレイランニング、よく知ってるねみんな、っていうか一人だけじゃね言ってんの、うん、ファンシーフリー、まだドゥービーね、新しいアルバム3年前が出たやつ、あれいいね、すごい音いいし、まだアレンジができても、これ古川さんに振ってますが例によってまた古川さんがアレンジ上がってこない、4曲ぐらい渡してんだけど、もう1ヶ月前に電話すると言ったら電話してこない、もう困ったなと思ってますが、まあ大丈夫だろうと。ファンシーフリーやります。こんな気持ちいきなり心に飛び込んで、僕の頭をかすめて、青く澄んだ空へ飛んだ、風に色がついたみたいと、お前がぽつりつぶやいた、川沿いを追いかけて、車を走らせる、もうグリーンウィンドウ and sunshineつらい日々が嘘のように Green River and showing time、 このままでいれたらご機嫌 Was it freeFazen に揺れる長い髪、眩しく輝いた、二人だけの時間を誰か止めておくれよ、もう We
sunshine 溢れる想い深く息をして Green River and slow in time このままでいれたらご機嫌 Once in free ここは感想がハーモニカでやるはずだったけどハーモニカ取り忘れちゃったよGreen window and sunshine 辛い日々が幼い山に Green river and showing time このままでいれたらご機嫌 Fancy free greenAnd sunshine 溢れる想い深く息をして Green river and showing time このままでいれたらご機嫌 Once you're freeこれ楽しいなバンドでやりてえなあああああThank you 福岡パレス違うねハップパハミングも素敵よハーモニカハーモニミングの3分の1言わなきゃ気づかないのにそれをいやなあ言わなきゃね、妹さんウィーピングハブで妹さん元気だろうかああねおやさんのメロンはいはいスローダンス機です。ああ、なるほどね。さて、そういえば、そう、ファンシーフリーってさ、あ、自分の時はメロン。そうか、メロン最近やってないもんね。やってもいいかな。レンちゃんのリクエストですか？はい。元気ですか？だいぶ歩くようになって、あちこちぶつけて、あれですかね、怪我いっぱいしてんのかな。黒石のレンちゃん、早くおじさんのライブ来てこのメロンで踊ってほしいですね。メロンの踊りのビデオも沖縄の宝さんが作ってくれてるからあれで踊ってみてください。そうでファンシーフリーなんですけど、実はこれ僕が大学生の頃に高校生でフュージョンバンドを作ってる三原の三原の高校生がいたんですよ。彼らがファンキーキャラバンとか言ってフュージョンのバリバリのタララ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 ラっていうわけのわかんないすっごいのコピーしてるやつらがいて、それがねファンシーフリーっていうバンドだったんですね。でおかっこいいな。ちょっとあとファンシーアンパンチファンシーフリーっていう名前がなんとなくねファンシーでフリーな感じって意味がわかんないよね。それファンシーだから多分ファンシーってそのファンシーケースとかあるからなんかこう、なんて言うんだろう、可愛い感じなのかな、なんか気持ちのいい、フリー自由みたいな、
ことで、そのこれは、桂川沿いを車で、当時セルボって来るので、それビーンと走ってる中でできた曲だったと思うんですけど、もう覚えてないですけど、古いから。その時ファンシーフリーってタイトルしたんですけど、その、ファンシーフリーのギターリストは、ユージ君、ユージって言います。Facebook 友達で、三原のハルノンカフェにいつも来てくれますけど、で、そのユージがお好み焼き屋さんやってるんです、今ね。もう知ってる人は知ってますけど、それが名前が、店の名前がファンシーフリーって言うんですね。だからこの曲ができた暁にはファンシーフリーでこれをかけまくってもらおうかなと。ファンシーフリーっていうね、感じでございますが、じゃあ、親父のメロンですか？エレキで親父のメロンいきますかね。親父のメロンね。親父のメロン聞いて、ちびたんのメロンパンとか、ちょっと待って、メロンパンとか、作って。ああ、ちびたんのメロンパン続編ですか。じゃあ、親父のメロンいきまーす。もう久しぶりですね。はい、春も近いということで、いきます。親父のメロン、親父がエレキだ、ちょっと吹いちゃうね。どういう感じや、ここか。親父のちゃ、親父のメロン、ワン、ツー、スリー、フォー。違うじゃないか。失礼しました。時間があったからいいこと、いいですけど。暑いね。早く花見したいな。ああ、終わったらビール飲もう。もう汗かいてきてます。わかりますか？あ、夏です。はい。親父のメロン、ワン、ツー、スリー、フォー。メロンと一口に言っても、いろいろあるんです。夕張アンデスマスクメロン、クインシーハネデュー、マクワウリだけだ。僕が小さな頃からメロンと教えられてきたのはプリンスメロンっていうやつ。網目はいらない。親父のメロン、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 メロン。親父は釣りが好きで、今日も波までどんぶらこ。刻みカレーメバルチヌ、夜の磯にはタコ剥いて。ほじゃが今頃はほんま魚がおらんようになったと嘆くよ。瀬戸の海寂しそうに笑った。親父のメロン、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 メロン。ミッシェルの感想だった。造船一筋50年、大きな背中が怖かった。そんな親父も丸くなり、野菜作りデビューした。3年もてくわもて初めて作ったのがそう、不揃いの黄色いメロン、お日様の味がする。親父のメロン、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 ご一緒に。親父のメロン、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 ワンモアタイム。親父のメロン、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 レッスン。親父のメロン、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 
メロン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 Vo 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 vo. Thank you, thank you. 夏も近いぜ。暑いぞ。というわけで今日はですねトラブルがあった分だけなんか延長してしまいましたし、エレキで弾いてるとなんかなんか盛り上がるね。彼女に電話する、また明日とって言ってね、またこれやりたいと思いますけど、エレキ今年はバンド東京ファイナルエレキこれ弾きたい、これ弾こうかなもんね今年はね。いや、いい音するわ、本当。この赤、似合ってますかね。多分、このバーニーとあんまり雰囲気変わらないから違和感ないんじゃないかと思います。ひよさん、卵焼き、どっから卵焼き出てきたんでしょうか。さて、3月、また14日でございますね。似合ってる。サンキュー。14日です。あと14日。やることいっぱいある。はい。ね。2012年のクリスマスの、幻覚ライブのダイジェストがホームページに上がっておりますから、ぜひ見て、気に入ってください。気に入って、注文くださいね。それから去年の、人生はクジラのように。